メデオカンピダーの県は、イタリア共和国サルデーニャ自治州に属する県の一つ。サンルーリとビルラチードロが共に県ととされている。最大の人口を持つ都市はビルラチードロ。カリアリ県の北西部が分割され2005年に発足した県である。2016年9月現在、サルデーニャ州では、研究行政区画等配合のプロセスが進められており、地方自治上は過渡期にある。 2016年、メディオカンピダーの県は新設の南サルデーニャ県に組み込まれた。標準イタリア語以外の言語では以下のように呼ばれる。サルデーニャ島西南部に位置し、西はサルデーニャ海に面する。県との一つ三流里は県の東部に位置し、もう一つの県とビルッラチードロから北東へ約 21km 州都カリャリから、 北北西へ約4 2トルオリスターノから南南東へ約4 7トルの距離に位置する。面積は1516平方キロメートル隣接する県は以下の通り。メディオカンピダーの県外略図2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。メディオカンピダーの県は 2001年の自治州法において、カリアリ県西北部の28コムーネが分離して新たに創設された。2005年5月の選挙で、初代県知事が決まり、県としての活動を本格的に開始した。グスピニサンガビーノモンレアーデサンルーリセッラマンナ、ビルッタチードロー県には28のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、 ISTAT コードを示す。人口は二千十一年一月一日現在。右の地図中の番号は、コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。島の南北を貫く、道路、鉄道の幹線交通路が、いずれも、県内を通過する。セッレンティ付近の s s 百三十一サルデーニアのに、大都市であるカリアリと、サッサリを結ぶ、幹線道路 s s 百三十一が、 ケントさんルーリーを通過している。ツーヌラージディバルーミニバルーミニにあるヌラーゲ遺跡、ツーヌラージは世界遺産に登録されている。ありがとうございます。